すごく高い値段でありながら、その基本的な機能もないっていうものも問題があるかなっていう。だからそれは実は売る方もあまり分かってないかなっていうふうになっちゃうと、ちょっと心もとない気もしますけどね。うん、まあ、ですから、まあ、よくまだ私は例に挙げるんですけど、私がまあ楽器をその妻のと一緒に探している時に、うん、まあ、やっぱその楽器商の意見っていうのは、とにかくまあ誰々が作った楽器は間違いがないとか、ダサくがないとか、うん、まあ、結局いい音がしないのはお前の弾き方が悪いとか、あと、まあ、先ほど酒井さんがおっしゃったような、5年引き込めばいい音になるとか、そういうようなことなんですけど、じゃあ言ってみればあなたはバイオリン弾きますかっていうような、結局弾かない人が言ってる場合も多いじゃないですか。まあ弾かなくても、まあ耳はいいよっていう人もいるかもしれないんですけども、やっぱりあまりにもその職人とか、そういう楽器商の立場っていうのは、まあもちろん物に値段がついているので、その物に立ったそのもので、まあその商品をまあいくらで売るっていう、その立脚してますから、まあそれはしょうがないんですけれども、じゃあいくらなんでもその音の楽器をその値段で売るんですかみたいなのを、やっぱり私自身が体験したので、それはなんかおかしな世界だなっていう。やっぱりまあ先ほどの車の例でいけば、まあやはりその100万の車と1000万の車では、まあ積んでるエンジンが違ったり内容が違ったりっていうのは、まあ明明白々というか、そういう部分がまああるとは思うんですよね。でもまあバイオリンの場合は、その本当にそのまあ音っていうものをどれだけそのまあ売る側が保証してるんだろうかというか、まあというのが、またその音の保証っていうのは非常に難しいと思うんですよ。ただ反面、そのまあ私の妻なんかが陥ったって、まあその妻も先生に選んでもらったっていうところで、まあ陥ってるのは、まあ音が良ければいい。でも音がいいというのは、さっきから言ってるように基準が曖昧なんですよ。だから比較する相手が悪ければプロ楽器をがよく聞こえてしまうし、ですからそういうその音で選ぶ、音が良ければいい、その中で選んだ中ではいい音の楽器を選んだはずなんですがっていうのはよく聞く話じゃないですか。そうですね。まあその両方の面でやっぱり正しく選んでもらうっていう、それをやらないと、まあ、片手落ちというか、だから楽器商の側からいけば、もちろんそのものとして確かなものを売るっていうのは大事なんですけど、ものとして確かなんだけど音はどうなんだっていう。でもその楽器商の逃げ場っていうのは、音はもう皆さんの好みでいろいろあるから、そんなことにタッチしてたらもう本当にそのこっちがいいとか悪いとかいうもんじゃありません。それはお客さんが決めるものですと。ところがまあお客さんの側は、いいんだか悪いんだか分かんないけど、イタリアで証明書ついてるし、有名な制作家で、まあ悪いわけがないだろうっていうことで、なんかちょっと引っかかりがあっても、やっぱり購入してしまうことはあるかなと思うんですよ。要するに楽器の性能と、その価格の、なんですか、直接的なつながりっていうのはあんまり感じないんですね。それは商品としてのバイオリンの価値であって、実際のその楽器の性能とはまた別だっていうふうに僕は思うんですよね。まあ、そういうなんか価格とその性能っていうのが、車でしたら例えば排気量の多さとか乗り心地とか、そのギアのねこととか、いろいろ客観的な要素が数値として出ると思うんですけど、でそれで実際に実感として、やはりこれはすごく乗り心地がいいとか、ソファーのね感じがいいとか、硬くていいとか、スピードとしてこれぐらい出るとか、安全性の問題とかっていうのが数値として出やすいと思うんですけど、バイオリンに関してはそれがちょっと
なかなか難しいと。だから何デシベル出るから音量があるとか、これだけ分析して倍音があるからこのバイオリンの音が音色が豊かだとか、この音域が非常に良くなるからとかって、それがなかなか見えないですよね。でそうするとに経験的なその奏者の何と申しますか、経験値的なね、でだんだんなんかこれはいい楽器だなっていうのが絞れてくるみたいな。だけどそれが非常にごまかしを生みやすいし、誤解を生みやすいなっていうところもあるような気がします。ですからこのメーカーが作ってこれだからって言っても決して性能がいいかっていうとやはり別問題だし、個体差もあるし、まあ、200年300年もね、この作ってるわけですよ、バイオリンっていうのは。それでみんなその作り方を分かってれば、まあ悪いバイオリンはなくなるはずなんですよね。だそれこそ今言われたように、値段の順に並ぶとか、そういうことが行われて叱るべきなんですけども、まあ結局はそうはいかない。だからそもそもまあこれはもう私が言ってしまうのはなんなんですけども、値段の順には並ばないんですよと、バイオリンの良し悪しはという、これを言うと身も蓋もない話なんですけれども、ただやはりまあ皆さんはどうしても値段を基準にしてしまうので、確かにまあ値段も高い素晴らしいバイオリン、これはありますけども、値段は高くてもまあさほど出ない。あとはまあそのご自分に合うか合わないかという部分もあるので、そういう部分で別にこう選択しない方がいい、選択してはいけないっていうのがあるんですけども、まあそれがじゃあご自分ではっきりこう体感して分かる、判断できるかっていう、それはどうやったら分かるようになるのかっていうと、それはやはりその言い方悪いんですけど、失敗体験、まあ、成功も失敗も繰り返さないと、やっぱりそのどういうものがいいのか悪いのかっていうのは分かってこないと思うんですよね。ところがやっぱりバイオリンっていうのは、まあ坂井さんの前にはね何回も買い替えられたかもしれないんですけども大体の人はまあ大人のバイオリンだったらまあその2回とか3回とか、まあ、せいでもう1回で終わっちゃう人もいるかもしれない。そんなに買い替えられるものじゃないんですよね。そうなるとその経験値を積むのは難しいっていうことになるんじゃないかと思うんです。だから そうなるとまあ我々専門家の役割っていうのがまあ大きいんじゃないかと思うんですよね。専門家そういう言ってもですね、まあちょっとこういう話はねちょっと差し障りがあるかもしれないんですが、その客観的にその楽器の性能としてちゃんとその楽器を評価できる方っていうのは少ないかもしれないんですよね。まあ私も経験的にいろんな楽器店に行った感じですと、やはり結局はその音がなくてこの価格だからとか、この価格の割にはこれはいいとかね、なんかやっぱりそのあまり本質的ではない要素を持ち出してご説明される方が多いような気がします。ですからちょっとそういう要素を一回取っ払ってたら表現があれですよ。やっぱり客観的な性能として間違いがないもの、だから価格を出せば間違いがないとかっていう世界ではないので、ですからやっぱりちゃんとそこら辺を分かってる方が導くとって表現があれですけど、分かってるくれる方がいらっしゃる方が購入される人は、まあそれはどの世界でも同じだと思うんですけど、まあ比較的そういう数値で分かるものではないがゆえに、楽器特にバイオリンなんかは難しいかなっていう。でしかも特にその楽器の性能と価格っていうのが先ほどおっしゃられたように比例しているものではないし、高いからいいかっていうとそういうものではない。まあよく極端な話、ストラディバリウスって言っちゃいましたけど、で5億するけど
5億の音がするのって私も聞かれることあるんですけど、私はよく分かりませんっていうふうにしかないというか、あとはその美術品としての価値だったり骨董価値だったりがつきますので、ね、だからちょっとあまりにも時間軸があるがゆえに何か複雑な要素が入りすぎて、肝心の楽器の性能という観点になかなか行き着かないのがちょっと何か残念な気も、私自身ですけど何か残念な気が。